や来ちゃったんですよね。振り返ると結構長い間音楽生活やってきたなっていうような思いありますけど、まあ年齢的にどうのこうのじゃなくて、毎年毎年、なんかやりたいことを求めてきたんで、だから特に70周年と言われても来ちゃったなって感じなんですよね。70周年ということで少しバラエティーがあった方がいいかなということで、そしてやっぱし俺自身としてはビバップからスタートしてスタンダードがルーツですから、それもやりたいし、その他やっぱしブラジル音楽なんかにも興味持って、今までストリングスと何回かやってきてるんですよね。それの集大成みたいな形で、今回、ジャズ&ボッサーにしたんですけど、今回のコンサートでは特にサントリーホールでやるってことになったわけですよね。ですから今まで自分のコンサートっていうかツアーでもいつもそうなんですけど、大体ステージの最後にはライブっていうかマイク通さないで、やっぱ俺の生の音聞いてほしいっていう思いがあって、どこでも、最後の 1,2 曲は生音でやってきたんですよ。でそういうこともあって、やはりサントリーホールではライブで、モニターなし、で全員でやりたいなと。大体あそこではみんなね生でやってますから。ただドラムスとか、このジャズもやるんで入ってくるし、ギターベースっていうところはやはりちょっと、モニターが必要なんじゃないかな。だからこれはやってみないと分かんないんで。